はいどうも、ようこそダンススタジオタートルチャンネルへということで、本日も私クーニーが楽しいダンスを皆様にお届けするんですが、今日はなんとゲスト来ていただいております。ソウ先生でございます。お願いします。はい、今日はなんとソウ先生登場ということで、ダンススタジオタートル創設からずっと入っていただきましてね、もうトップの名手の先生ですが、はい、人気の先生なんでございますが、僕もねちょっとこうね軽く触りを教えてるんですけれども、せっかくなのでソウ先生にポップダンス教えていただきたいなと思うんですけれども、今日は何をやっていただけるんでしょうか。今日は、ロールとスイングっていう動きを、はい、結構基本的なことは、クニさんが、ね、ウェーブとかフレーズとかやってるので、まあちょっとだけね、難易度が上がるかもしれないんですけど、ロールとスイングを別々でやって、そしてそれをちょっとセットで、なるほど、なんか簡単なやつをできたらいいなと。わかりました、ありがとうございます。ということで、じゃあ、ロールってことは足ですね。そうですね、やっぱ腰と膝を使って、わかりました。ソウ先生の武道強烈なので、ぜひ皆さんチェックしてください。それでは早速よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあそれをちょっと鏡を使ってやってみたいと思います。はい、ということで、では早速鏡の方で。レクチャーしていただきたいと思いますが、今日はレッグですね、足中心ですよね。そうですね、足と腰、主に膝ですね。膝のこのロールってまず膝をこう回せるようにっていうのと、はい、それに伴ってちゃんと腰ですね、腰も一緒に大きく回すっていうのがあるんで、腰の回しと膝の回し両方を使います。はい、でその時に腰がこう前から回ってくるときにちょっとねつま先体重になるんですよ。結構分かりやすく言ったらこういう感じで、腰が前にあるときはつま先に行ってるし、ちょっとこう例えばロール回ってきて後ろに来るときはちょっとかかとになってたりとかするので、そういう意味で膝の回し、もちろん足の裏もそうなんですけど、腰っていう感じで下半身を主にしっかり使っていきます。では、これ、そうですよ。この動き自体、でももう基本の練習にはもうなくて。そうですね。でも、この時に、こう、上がこう、ぐーっとぐらついたりとか、動いたりとかすると、こう、やるたんびに、こう、フラフラになってくるので、まあ、この溝落ちから上ですね。上をちゃんとキープして、そうですね。顔とか、肩とか、胸の位置が、まずはあまり動かない状態で、お腹を使って腰と膝を回していくっていう。これだけでも十分、はい、いい感じになると思います。なので最初はこうさっき国さんが言ったみたいに、上体をキープして動かさないってことももちろん大切ですね。動かさずに下半身を動かすっていう感じで、まずその感じですね。なので膝を回す、それを腰に上げていくっていう感じで、ちょっとアイソレーションみたいな感じとかエクササイズとしてもいいと思います。上をしっかりキープして、で前から通って後ろから来てっていう感じで、はい、基本的に回し方はこんな感じで回してます。そうですね、こっちに入れた時にちょっとこうこっち側の逆側ですね、乗ってない方の足の感じがちょっと難しいんですけど、うんうん、はい、それね、はい、そうなんですよ、はい、ここが結構ロールの結構大切なところで、こう回してきてこう決めますよね、右とか左とかで。そうそうそう、この時にしっかり膝を顔の下に、膝が顔の下に来てる感じです。そうするとこういう感じでちょっとここに体重が乗ってるんですよね。でここはしっかり伸ばして決める、ここでポップが打てるようになります。なので、センターラインで持ってきてコンって決めた時に顔の下に膝が来てるっていうこだわりというか、よくあるのがロールしてこうなったりとか、軸も一緒に動いちゃうし膝もこうなる人とか、ここがただまっすぐっていう、それが悪いわけではないんですけど、
結構こだわりとしては内股ですね。この内股のなんかシルエットの感じが結構ロールのかっこいいところ。そうですね、こだわりですね。なんか B ボーイのフットワークとかで内股鍵足みたいな、なんかそういうこだわりとちょっと似てるところですよ。だからこうでもまあいいんだろうけど、なんかまあちょっとこだわりというか美学的には内股にしてちょっと肩上げたりとかすると、ちょっとなんか肘を使ったりとかするとフィーリングが、そうですね、という感じになります。それが基本のさっき言った腰とか膝とかっていうのをキープしながら。今日はパターンとしては簡単にダブルでいきたいと思うんですけど、まずステップからいこうかな。簡単なステップ、いきなりねこうやって踊るのも何なので、多分こう踊ってる中で足を刺したりとかしてると思うので、まあちょっと振り的にはステップしてスタンスを広げる。でこの時肩幅ぐらいですね、大体。そこからのさっきのロールです。その時に顔の下に膝が来てる。で下半身が先に横に行く感じですね。ちょっとずれるイメージで行ってあげてください。はい、そうです。なので最初は2回という感じで行ってあげてください。そしてここロールですね。腰のロールを行ったら次スイングっていうのが入ってくるんですけど、これが入れ替わります。そうです。そしたら今度ここがね、ここの膝が、顔の下にこの膝が入れ替わっている感じで、こういう感じで入れ替わりますよね。膝が、そうです。さっきまではダブルダブルでロールが来て、右膝が折れてるのが体がスイングすることで入れ替わります。で今度ここが内股になっていると思います。という感じでダブルダブルロールスイング。でこの時に腰が後ろに来るようにしてあげてください。右後ろ。この時これもよくありがちなのが、ロールしてボールが左に行ったらこう入れ替わる瞬間に思いっきり横に出しすぎて抜けちゃうんですよ。なので横に行きすぎるとプリンとお尻が出てくるので、これを横までじゃなくて後ろです。さあさあ右下。そうすると膝も入ってヒットも打ちやすいっていう状況で、これがこうなっちゃうと落ちますよね。体状態がキープできなくなるので、行ったらしっかり上半身キープして、そうそう、あまり出過ぎないようにしてあげます。そうです。っていう感じでまずは簡単にワンツースリー、フォーからロールスイング、いったらまた2回、反対も同じようにストップっていう感じで。腰をロールする中で膝にも連動してくるので、その時膝のこう膝を内に入れる、この感じはまずはこう何でしょう、腰は右左にこうシフトするだけでいいんですけど、これがこう膝がこう抜けていかないように、こう内です、内股でこう走ってる感じあるじゃないですか。走ってる感じをこう内股で走っていく感じです。でかかとを上げてあげる。そうするとかかと上げた分膝が入ってくるので、このスペースがその分ここに行きますよね。でこれを横横だったのをロールなので回してる、この円の動きの中なので、これを後ろで決めてあげる。トントントン、トン、こういう感じで基礎練するのもいいですね。左右左右左右左、内股、あ、いい感じですね。そうですね、トントン、そうですそうです。これが横だとこうなっちゃいます。ちょっと前から回さずに横から横だとこうなります。もちろんこうやって使う時もあるし、前からこう、うん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 、で一周回す時もあります。ブンブン
そうですね、そういう感じで、ちょっとじゃあ音ではいやってみましょうか、だいぶ下半身の謎が解けてきたんですけれども、やっぱお腹からですね。そうですね、動かしてるのは腰、膝だったりとかするんですけど、その上にあるお腹からこうお腹をこう使うようにしてような感じでやると、あの位置が高く、腰の位置が高くなったりとか、あの上体をキープすることができるしやすくなる、ね、腰を使うから本当に腰っていう、まあそれでもいいんですけど、その1個は上にあるパーツの中からこう使ってあげることで、まあ、使い分けもできますし、いうことですね。これあと素朴な疑問なんですけど、ブガルとかロールやったけど足がめっちゃ疲れません、足の裏。そうですね、めちゃ疲れますよ、ね、あと内股、結構膝を入れることが多いので親指のこの内側に体重がかかることとか、はい、親指が結構多いです。なるほど、この辺もちゃんと要ストレッチしてやっていただけたらと思いますが、さあ次回はスイングということで、はい、はい、上体のスイングをちょっと皆さんにお届けしますので、次回もお楽しみにということで、少しでもいいなと思った方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。またじゃあ次週もお願いします。はい。